中区州はミクロネジア連邦を構成する4州の一つで最も人口の多い州である。州都は上野。面積は1 2 7 2キロ平方メートル、人口48,651人。1989年にトラック州から解消した。州域は統計148度以東、154度以西、赤道以北、北位11度以南である。西は、 ヤップ州、東はポンペイ州、南はパプアニューギニアのニューアイルランド州。グアムからおよそ1 0 0 0トル南東に位置する。州人口のおよそ4分の3が住む。中区諸島は、長径約6 4トルの保障に囲まれた火山島群で、東部のナモネアス諸島と西部のファイチュク諸島とに大別される。この中区諸島から見て、北にホール諸島、北西に ナモヌイト干渉、西に、プラップ干渉、プルワト干渉、プルサック干渉、南東にナモジマ、ロサップ干渉、ナモルク干渉、モートロック諸島がある。ナモヌイト干渉は、カロリン諸島最大の干渉である。1899年以降ドイツ領であったが、第一次世界大戦が始まると、日本海軍が無欠占領し、1914年に、 トラック管区を設定し軍政を開始、1918年に民政へ移行した。1922年に国際連合の委任統治の行政機関として南洋庁が発足するとトラック市長官活地区となった。委任統治下で近代的な電気や水道、学校や病院などのインフラストラクチャーの充実が進み、同時に統治での農業、漁業を中心とする。 食産工業が推進された。第二次世界大戦中の1943年に市長の統合が行われ、東部市長管轄地区の一部となった。1945年9月2日に日本が降伏した後、アメリカ合衆国軍の統治下に置かれた。そして、1947年、太平洋諸島新宅統治領を構成する6地区の一つのトラック地区となった。 1979年5月10日、ミクロネシア連邦憲法発行と同時にトラック州が誕生した。1989年10月1日、州名の現地5名称、中区への変更を含む新たな州憲法が発行した。一部の住民はミクロネシア連邦の首都があるポンペ州中心の政治や連邦政府に不満があるとして独立運動を展開している。 2015年3月3日に独立を問う住民投票が実施される予定であったが、直前に延期を発表。改めて2019年3月5日に実施されることとなったが、こちらも延期されることとなった。そして2020年3月に実施される予定であった。しかし、連邦政府の同意が得られなかったとして、3度目となる延期が決まった。延期された独立住民投票は、 2022年に実施される予定。州政府は三権分立制をとっており、立法府、行政府、司法府に分かれる。立法府は両院制で上院と下院で構成される。両院とも議員は州の住民による直接選挙で選ばれる。上院議員の定数は10で、合選挙区から各2名ずつ選出され、任期は4年である。 会員議員の定数は28で13の選挙区に人口を考慮してそれぞれ1人から5人までの定数が配分されている。任期は2年である。州法は両院で可決された後州知事が署名をした時に成立する。州知事には拒否権があるが両院でそれぞれ3分の2以上の賛成により再可決すれば法律は成立する。また立法府には 州知事、州副知事、州最高裁判所裁判官に対する弾劾の権限がある。会員が訴追し、上院が裁判を行う。行政府の長は州知事で、その補佐及び代行として州副知事がいる。州知事と州副知事は州の住民による直接選挙で選ばれる。州知事候補と州副知事候補の二人一組で立候補し、 有権者は一票を投じる。有効投票数の過半数を得た組が当選するが、いずれの組も過半数に達しない場合は、上位2組で決選投票が行われる。任期は4年。州知事は、州の憲法及び法律の執行、州最高裁判所裁判官や行政各部の幹部役員の任命、恩赦、執行免除、原刑の決定などを行う。 行政各部の幹部役員は、州知事の交代と共にその地位を失う。現在の州知事は、ジョンソン・エリモ、副知事は、マリウス・アカピトである。州の司法権は、州最高裁判所、州法によって設置される、下級裁判所、及び基礎自治体ごとに設置される、裁判所に属する。州最高裁判所は、裁判長1名、その他の裁判官4名で構成される。 裁判官は上院の承認を条件として州知事に任命される。州申請であり立法府による弾劾以外では罷免されない。意見立法審査権を有する。自治体裁判所は1名以上の上勤裁判官で構成される。民事では訴額1000ドル以下、刑事では罰金1000ドル以下、または懲役1年以下の裁判を管轄する。上訴は 中最高裁判所に対して行うことができる。主産業は観光業で、特に中区商湖に沈んでいる感染をめぐるレックダイビングの名所として知られ、世界中からダイバーが訪れる。その他にはコプラ生産や漁業などが行われているが、小規模である。州都である上野島の北西端に中区国際空港があり、ユナイテッド航空が、 グアム国際空港を起点として就航している。また、南東部のサタワン干渉及び、西部の離島のホーク島にも滑走路があり、中区国際空港との間で小型機が運航されている。上野に2年生大学カレッジオブ、ミクロネシア FSM の中区キャンパスがある。同じ島の東端近くにある、旧日本海軍無線通信所の建物を使用している、ザビエルハイスクールは、 イエズス会が経営する男女共学の4年生高等学校でミクロネシアの各国から優秀な生徒が集まっている。中区州には40の基礎自治体がある。2000年時点での人口は最大が13,802人の上の最小が156人のマグール。自治体名のアルファベット表記にはいくつかのバリエーションがあるが以下の一覧は 集憲法における綴りによった。Constitution of the State of Chuck。2019年12月17日へ閲覧。Federated States of Micronesia.City Population. で2019年12月17日へ閲覧。Welcome to Chuck State. 中空観光局。2019年12月17日へ閲覧。太平洋学改編。 太平洋諸島百科事典 P334、States of Federated States of Micronesia STATOIDS.com 2019年12月17日閲覧ミクロネシア連邦情勢2019年12月17日閲覧チャックインデペンデンスボートポスポンドラジオニュージーランド2019年12月17日閲覧 ブレイキングアウェイフロム FSM シンクアゲインユーエスアンボイテルズチャックパシフィックアイランドタイムズ2019年12月17日閲覧冒頭ミクロネシアステートブレイクアウェイポスポンドツナ2019年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年12月17日閲覧チャックレジスレイチャー フェーシング・ロースー・トオーバー・プレベサイト・ディレイ。パシフィック・アイランド・タイムズ2019年12月17日、閲覧。ミクロネシア・エス・チャック・ポスポンズ、o n スアゲイン i n It's i n ン e ン e n d e n c e r ナッシュナリア2020年3月7日閲覧。ありがとうございます。